地獄。地獄、地獄、では、キリスト教における地獄について詳述する。旧約聖書や新約聖書まで、地獄に関する内容が数十箇所に現れる。ギリシャ語聖書の記事中に、地獄と訳されることがある語彙は、ゲヘンナ、現代、ギリシャ語では、ゲンナと、ハデス、現代、ギリシャ語では、アディスの2種類がある。禁約聖書、英語においては、 ヘルがいずれに対しても、訳語として用いられていて、訳詞分けられていない。日本語訳聖書においては、この二種類はギリシャ語原文に従って訳詞分けられる、傾向がある。この二種類の語彙、概念を、どの程度違うものとして捉えるかは、教派、考え方によって異なっていて、聖書中の訳語も異なる場合がある。本記事では、この二種類の語彙をいずれも扱うが、 教派ごとに地獄についての理解が異なるため、概念概要と語義について詳述した後、教派ごとの理解に移る。キリスト教での地獄は、一般的に、死後の刑罰の場所、または、状態、霊魂が神の怒りに服する場所とされる。他方、地獄を霊魂の死後の状態に限定せず、愛することができない苦悩、神の光に良くすることができない苦悩という霊魂の、 状態を指すとし、この世においても適用できる概念として、地獄を理解する、見解性協会にある。この見解は、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟に登場する、ゾシマ長老のセリフにも見える。地獄を死後の場所に限定せず、霊魂の状態として捉える理解は、楽園が霊魂の複楽であると捉える理解と対になっている。ギリシャ語においては、英語で、 ヘルと訳される語彙として、古典ギリシャ語再建音、ゲヘンナ、現代ギリシャ語転写、ゲエンナと、古典ギリシャ語再建音、ハデース、現代ギリシャ語転写、アディスの二つの語彙があり、両語彙とも、旧約聖書、新約聖書に使われている。ゲヘンナは、言語では、品の無の谷の意である。この谷では、アハゾウの時代にもロク神に捧げる火祭りに際して、 幼児犠牲が行われたこと、シ野王の改革で谷が汚されたことがあり、町の汚物の捨て場とされた。このような経緯から、新約聖書では、下辺名は、来世の刑罰の場所として考えられるようになった。一方、ハデエスはギリシャ語の、姿なく、恐ろしいの意から派生したもので、ヘブライ語のシェオルにあたる。古代の神話では、死者の影が住む地下の王国とされた。 キリスト教内でも地獄に対する捉え方が、教派、進学傾向などによって異なり、下辺なと派デースの間には、厳然とした区別があるとする見解と、区別は乱すもののそれほど大きな違いとは、捉えいい見解など、両概念について様々な捉え方がある。厳然とした区別があるとする見解の一例によれば、下辺なは、最後の審判の後に神を信じない者が罰せられる。 場所であるとされる。一方、ハデースは死から最後の審判、復活までの期間だけ死者を受け入れる、中立的な場所であるとする。この見解によれば、ハデースは時間的に限定されたものであり、この世の終わりにおける人々の復活の際には、ハデースは終焉する。他方、別の捉え方もあり、ハデースは不信仰なもの,の魂だけが行く場所であり、正しい者の,の魂は、 永遠の住まいにあってキリスト一つにされるとする。上述した、見解例ほどには大きな違いを見出さない、見解からは、ゲエンナ、アド、ハデースのいずれも、聖書中にある、外のユアン、マまたい十二時十三分、ヒノロ、またい十三時五十分といった名称の数々と、同様に、罪から抜け出さずにこの世を去った霊魂にとって、 罪に定められ神の怒りに服する場所であることを表示するものであるとされる。ギリシャ語から他言語に翻訳するにあたりこの二つの語彙をどのように処理するかについて、二つの語彙を当てて訳し、分けるか、それとも同じ語彙を当てるか、いずれかの方策が各種各言語翻訳によって取られることとなっている。カトリック教会で広く使われたブルガータ版、ラテン語聖書では、二を にを当てている。スラブ系の聖教会で広く使われる、教会スラブ語訳聖書では、にを、にを当てている。しかしながら、英語訳である、近平訳聖書では、このような、訳し訳がなされず、いずれも、ヘルと訳されている。英語のヘルの子はかつて、ギリシャ語のハデスヘブライ語のシェオルに対応していたが、17世紀以降に、ゲヘナを表す意味に変化した。 日本語訳聖書においては、ギリシャ語における、両語を訳し分けるものと訳し分けていないものとがあるが、近年のものは訳し分ける傾向にある。日本聖教会訳聖書は、漢字では訳し分けていないが、ルビを振ることで読みを変えて、訳し分けを行っている。以下の対象表における聖書の並びは、左から翻訳が古い順としてある。以下の対象表に挙げた箇所以外にも、 多数の箇所に、地獄、読みが出てくる。旧約聖書においても、新約聖書においても、地獄について記された箇所がある。新約聖書において地獄に言及される箇所として一家が、挙げられる。交語約聖書からの引用文は、社題としてある。新しいおすス身上で永遠の地獄を告白している。カトリック教会では、委託医もせず、神の慈愛を受け入れもせず、 滞在を犯したまま死ぬことは、私たち自身の自由意志による選択によって永遠に神から離れることを意味します。自ら神と私服者たちとの交わりから決定的に離れ去ったこの状態のことを地獄と表現する。と、カトリック教会のカテキズムに明記して、永遠の地獄の存在と神との決別の状態が永遠に続くことが地獄の苦しみの中心であると教える。 また、マタイ福音書25章41節に、イエス・キリストが永遠の日に入れ、という場面が書かれていることを引用して、永遠の日という表現をしている。佐藤明や佐次郎数奇教、1904年から1996年は、著書、カトリックの終末論の中で、オリゲネス、182年 ?251 年以来、 地獄の永遠性を否定する思想を唱える者がいたが、政党の立場からは退りけられたとしている。また、地獄の苦しみの主なものは火であり、これは単に火ゆではなく地上の火と似ている、と説明する。地上の火が大きな破壊力を持つように、地獄の火も同様で、それ自体が巨大な苦痛を与え、かつ激しい窮棒をもたらす、としている。 アウグスティヌス354年から430年は、神の国において同様のことを書いており、さらに死後の肉体のない霊が不思議な方法であるにしても、実際に物質的な日であると言えないだろうか。なぜなら人間の霊は、もちろん肉体とは違うが、今のところ肉体と結ばれているだけでなく、来世において肉体と解き放つことのできない方法で結ばれるからで、 あるとして、火の攻めくの現実性を強調し、また、火と用の池とも言われるあの、下変なは、物資的な火であり、滅びた人の体を苦しめるだろう。人間も悪魔も苦しめるだろう。人間の場合は、物資的な火があるものであり、悪魔の場合は存在物である。人間の体はその霊魂とともに、悪魔の霊は、肉体なしに一緒に苦しみを受けるだろうと。 高審判の人と悪魔の受ける、区罰を描写していた。カトリックの全近代までの地獄間では、新約聖書の記述などから、しばしばごく少数の実が救われて、天国や煉獄に入り、死者のほとんどは地獄に落ちてしまう、と解釈されることがあり、歴史上、複数の教皇や聖人が言及してきた。しかし、このような解釈は、現代のカトリック教会ではごく一部の超保守派を、 のぞくとほとんど指示されておらず、カトリック教会のカテキズムには、地獄に落ちる、具体的な人数や割合については書かれていない。教皇ヨハネ・パウロ二世は、地獄の問題はオリゲネスから始まって、常に思想形を悩ませてきたとしながら、教会の長として、教理上は、地獄の存在を肯定せざるを得ないものの、そこに、誰が入っているかは誰一人として分からず、果たして、 キリストを裏切ったユダがそこにいるかどうかさえわからない。と述べたことがある。誰が地獄に落ちるかについては、カトリック教会のカテキズムでは、神は誰一人地獄に予定してはいない。自分の意志で神から離れる態度を持ち続け、死ぬまで変えない人の身が地獄に落ちる。教会は一人も滅びないで、皆が悔い改める、ペトロの手紙に参照九節より引用ことを望む。 神の憐れみを祈願する。としている。ただし、その一方で、私たちは自由意志を持って神を愛することを選ばない。限り、神に結ばれることはできません。しかし、神に対し、隣人に対し、あるいは自分に対して、滞在を犯すならば、神を愛することはできません。と、継承を鳴らし、兄弟を憎む者は皆、人殺しです。あなたたの知っている通り、すべて人殺しには、 永遠の命がとどまっていません。ヨハネの手紙一三章十五節より引用。キリストが今占めておられるように、もし貧しい人や小さい人の大きな困窮をえり見ないならば、私たちはキリストから離れることになります。彼らは主の兄弟だからですとしている。また、その教えの意味を人間が自分の永遠の行く末のことを考えながら、 自由を用いなければならないという責任遂行の呼びかけと改心を促す招きでもあります。と位置づけ、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広いが、命に通じる門は狭く、その道も細い。それを乱す者は少ない、マタイ福音書7章13から14節。と、新約聖書のキリストの言葉を引用している。また、 現代では逆に地獄の存在を疑問視する聖職者、神学者も現れたが、先日した通り、カトリック教会のカテキズムでは、地獄の存在とその永遠性を明確に示しており、これも否定する形になっている。カトリック文学では、カトリック信徒である14世紀イタリアの詩人、ダンテ・アリギエーリは、その大著、新曲の中で、旧憩からなる地獄界を描き、 地獄のイメージを決定づけた。シェイクスピアのハムレットは国会のない死や自殺者は地獄に落ちると理解している。ただし、現代のカトリック教会では、自殺は自らの命を守り維持しようとする人間の自然の働きとは反するもので、生ける神への愛とは正反対のものと断罪しながらも地獄に落ちるかどうかは明言しておらず、現実には本人が病的状態など苦しい状態に、 追い込まれている時には明確な意志がけており、隕石能力を書いている場合が多いとして、自殺した人々の永遠の救いについて、絶望してはなりません。神はご自分だけが知っている方法によって、救いに必要な悔い改めの機会を与えることができるからです。教会は自殺した人のためにも祈ります。としている。アウクスブルク信仰告白で永遠の地獄を確認している。 第十七条、審判のためキリストが再び来たりたまうことについてで、不敬虔な者や悪魔には、限りない苦悩を宣告したものであろう。と告白する。改革派信仰の長老派協会では、永遠の地獄を強く主張し、伝統的に永遠の地獄の存在を認めてきた。ハイデルベルク信仰問答、ドルト信仰基準、ウェストミンスター信仰告白でも、この立場が確認されている。 ウェストミンスター信仰告白32章、人間の死後の状態について、また、死人の復活についてで、死後どうなるか告白する。悪人の霊魂は死後、大いなる日の裁きまで、苦悩と徹底的暗黒のうちにあり続ける。また、正しくない者の体は、イエス・キリストが再臨してから、キリストの力によって地軸によみがえらせられる。33章、最後の審判についてで、 神がこの日を定めた目的について告白する。邪悪で、不従順な、捨てられた者の永遠の刑罰において、神の正義の栄光が表されるためである。神を知らずイエス・キリストの福音に服さない悪人は、永遠の苦悩に投げ込まれ、主の御前と道からの栄光とからの永遠の破滅を、持って罰せられるからである。霊と肉体の結合の解体菓子である。不信者は、死後に、 ハデスで苦しみながら、最後の裁きを待つ。イエス・キリストが再臨した時、不信者は神に裁かれるために復活し、永遠の滅びを宣告される。不信者はよみがえった体で、意識を持ったまま、永遠に苦しむ。申請していない者が落ちる地獄について解説し、キリストを信じてこの神の怒りから、迫り来る滅びから、逃れるようにと説教した、ジョナサン・エドワーズの、 怒れる神の手の中にある罪人を有名。マーティン・ドイド・ジョンズは、三上の水訓に現れる、偽予言者の特徴の一つに、永遠の刑罰の否定を挙げている。プロテスタント政党主義の歴史的な信仰告白において、罪上に、すでに有罪宣告を受けている。不信者は、読みで苦しみながら、イエス・キリストの再臨を待っているが、地獄に復活し、 地獄の体と魂が結びつけられ、キリストによる最後の裁きの後、彼ら不信者が永遠の地獄で苦しみを受けると告白している。根拠とされる聖書箇所は以下の通りである。パウロはイエス・キリストが再臨した時、神を信じない者、イエスの教えに従わない者が、限りなき永遠の刑罰を受けると記している。目視録には以下の記述がある。 他教派においても永遠の地獄は否定されてはいないが、プロテスタント正当主義とはニュアンスの差がある。他教派の項目三章。正教会において自分自身を顧みない人々、悪人、罪人が行くところとして地獄、原な、地獄があるとされる。それについて言及される。聖書箇所として正教用理に挙げられているのは下の通りである。ただし、正教会において 地獄とは、自ら神を拒絶する状態であり、神が人間を虐待する場所のようには捉えない。これら罪人のために、信者、残された家族はその人が許され、救われるように祈り、生体礼儀に参加し、神の教えに従って、善行を積み重ねるように教えられる。聖教要理に示されている、聖書箇所は以下の通りである。また、地獄は、 他人のために用意されたものではなく、自分のために用意されたものである。従ってまず自分が、聖教徒として、委託をし、福音の言葉に恐れを持って接し、地獄の永遠の勝利者としてのハリストス、キリストのもとに比例不し、聖教徒としての生活を取り戻すように、またすべての人の復活のために祈るように教えられる。人を愛する神の姿が、人々を永遠の地獄、 口実に落として、懲罰を与える姿と、どのように両立するかという問題に対して、シリアのイサークが回答を与えている。イサークによれば、神に愛されない人も場所もない。人が悪を選ぶのであれば、その人は、自ら神の憐れみを失っている。私服の人、義人には、神の愛は、喜びとなり、永遠な、地獄に落ちる人々にとっては、愛が最下となって、無知に変わる。 このように、神の愛があるかないかの際が人それぞれにあるのではなく、愛される人々の状態によって、神の愛の結果が悪といったことを、イサークは指摘している。内面の状態の権限という点で言えば、この世の終末における人々の復活も存在するものの内面の状態の権限として現れるとされており、そのことは、エジプトのマカリオスや新進学者、シメオンの言葉にも表現されている。 地獄は永遠であるのかという問題については、ロシア正教会の生涯局長である、不主教、イラリオン・アルフェーフが、聖代土曜日のカノンの祈祷文と、ニッサノ・グリゴリー、グレゴリオス及びリアノ・イサークの言葉を根拠としつつ、現ナの世界は終わりを迎え、地獄は駆逐されるが、その終末がいつであるかは、人の知恵では知り得ない秘密のうちに隠されているとする。オリゲネス主義者が断罪されたのは、 アポカタスタシス、全面復活思想を合理的に証明し、地獄の苦しみが永遠ではないことを証明しようとしたことによるのであり、これは信理に属することを思想的闘記の対象としてはならないためであったとする。死者のために祈ることの必要性と、神に不可能なことはないことについても、イラリオンは、聖教料理と同様の聖書の箇所、及びロマ食事16分とペトロ後書き3。 急を上げつつ言及しているイラリオンによれば聖教教理はオリゲネス主義的なアポカタシタシスの理解を避ける生体礼儀及び機密体験によるすべての人々の救いへの期待は否定しないすべてが救われるのかという問題については英国在住の不主教カリストスウェアも言及しているカリストスはティモフェイ前書に 4に示された全ての人が救われるようにとの神の望みが出するだろうと考えるべきか、それとも悪魔を含めた一切の知的被造物が救われると考えるべきかという問いを立て次のように述べている。カリストスウェアによれば、オリゲネスは万物救済論を主張して断罪されたが、他方、ニッサのグリゴリーは悪魔も救われるとの希望を抱いたものの、 オリゲネスよりずっと慎重に語ったために断罪を免れた。このように制限された形ではあるが、アポカタスシス、万物の回復は、聖教の中で一定の位置づけを与えられている。神の秘蔵物に対する究極的な計画は誰にも計り知れない神秘であり、多くを語りすぎないようにしなければならない。しかし少なくとも以下の二つのことは言える。カリストスワヤは、 これより先に進んではならないとしている。ダンテが新曲で描いた地獄のイメージや、ミケランジェロによって描かれた最後の審判のイメージは、正教会では受け入れられていない。主教、イラリオン・アルフェーフによれば、人が神から離れたことを実感する苦悩のシンボルとして、火、寒冷、乾き、白熱のカロ、小熱の湖などがあるが、西欧中世文学が創作した継承は、 物質的でそやなものであり、永遠の苦悩の概念が歪められてしまったとされる。また、手のひらインソフロニーは、ハリストス、キリストは愛であること、最後の審判においてさえ神は人を愛し続けると、述べている。ミケランジェロのフレスコが、最後の審判に示された神の怒り裁き、侮辱、血統王託等のスコラ的教えは、政教的理解と、愛入れる点が少ないとされる。 罪人が絶滅、消滅するとし、地獄、火の池での永遠の刑罰を否定する教理は、霊魂消滅説、絶滅説と呼ばれる。キリスト教弁証家のが4世紀にこの説を説いたが、一般には、受け入れられず、第五ラテラの総会議に似て異端とされた。しかし19世紀になって、霊魂不滅を信じる、一般的風潮にもかかわらず一部の神学者の間でこの説は、 受け入れられ、は、著書にてこの説を強調した。霊魂消滅説を取る主な宗派は、キリスト教系の新宗教書派のセブンスデー、アドベンチスト教会、エホバの承人、キリストアデルフィアン派、キリストの兄弟である。SDA、セブンスデーアドベンチスト教会の教理では、天国とはどこかと言われる説明はイエスによって、 説明されるが、地獄についての詳細な説明はないとする。立場、悪人が審判を受けるときまでの間、消えることのない日を意味しているとし、永遠の地獄の存在を否定した。旧約聖書の創世記に出ているように、ソドムとゴモラの話の中に、天から古い洋の火にあぶれ、灰になったとあるが、永遠の地獄の存在を否定し、万人が天国に行くと主張するグループもある。 宗教多元主義のジョン・ヒックやジョン・エ t ティロビンソンは万人救済説を唱えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。